記憶にない。役 <laughs> にございます。うん、そう、本当に、本当に。<laughs> はい、ええー、こんにちは、岡田です。今日もユーチューブチャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。はい、えー、今日はですね、えー。皆さんお待ちかね、なのたんちにやってまいりまして。えー、男が理解しておくべき。女性の本音十銭について、二つ目ですね、お話をしていきたいと思いますけども。はい。ええー、こんばんは。こんばんは。どうですか、どうですか。えー <laughs> で,、ね、で2022年1月も,もう終わりになりますけども <laughs>、はい、今日いいテーマですよ。めちゃくちゃ楽しみにしてました、はい。ちょっと読んでもらってもいいですかはい。はい、好きじゃない人でも付き合うことがある。あー、かわいい。これからもう7体に読んでもらった方がいいかもしれない。<laughs> テーマ <laughs>、うん。好きじゃない人でもつき付き合っちゃうことがある。ある,あるあるあるあ,、ね、あるある今あの。あるああの 今これ年代分かれたと思いますよ。<laughs> はい、私の年代だとこれはあ,るあ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 るだん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 の流れたと思いますけど、奈良た絶対流れてないでしょこれね。流れなかった。<laughs> もう40代の方には今ピンピン伝わってると思いますけども。<laughs> はい。好きじゃない。これでも逆に言うと、うん、究極極論こっちのパターンの方が多くないですか。そうですね。

そう好きじゃない人でも付き合っちゃうことがある。うん。いやこれはそうほとんどそうだと思うな。そうですよね。うん。なんか後から分かってくるんじゃないですかね。やっぱり好きだみたいなのって。うん、その好きと合うってのも違うしね。そうですね。あのー、最初好きだけど哀れいなこの人って結構いるしね。いる。ね。やっぱ心地よい関係性ってありますよね。友達の方がいい人と恋人、うんうん、でも全然違う。うん 違うちゃんとメリハリが一緒にいて、うん、その相手がそういうと能力があるっていうよりも2人、はい、で一緒にいてなんかそういうメリハリがちゃんとできちゃうっていうのはありますよね。あります。なんかなんか友達みたいな時間もあるけど急にこう、うん、男と女の時間になれるっていう。ありますよね。だから。そうですね。友達のまんまんじゃ、うん 好きじゃないだろうなあと思って、うん、あ、本当に好きじゃなかったって人ももちろんいますしね。うん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 。あるある,ある。なんかお試し期間じゃないですけど、ね。そう,そう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 。はい。だからこう、なんか、例えば見た目がすごい刺さって、うおーってなって。で、こう、はいはい、接してて、あれ、なんか、こいつ性格悪いなーって思って。<laughs> でも、なんか付き合ってると、その悪さの深みが分かってきて。 うーんああこいつ悪いけどあ,あこういう感じだったんだっていうのでだんだん好きになっていくパターンもありますしねわかりますわかります、はいうんうん、で逆もあるしね見た目は全然タイプじゃなかったけどなんかんとりあえずなんか誘ってくれたから流れに乗っかったらすごく好きになってきたそれが今の旦那さんですっていうパターンも結構聞ゃくちゃあるはいだからあ,のあれですよね一つちょっとみんな誤解しやすいのが例えば 女の子に振られる時に好きじゃないとか好きな人がいるとか言ってこう断られるパターン結構多いじゃないですか。あれ結構でもただ理由づけてるだけなんで。うん、確かに建て前。ね、建て前ですよね。はい、あの本音はなんかそんな気になれないですよね。本当の本音はそれですね。それですよね、はいうん。なんかその気になれないんすよねっていうのが。 絶対そこだと思う。やっぱそこって嘘つけないところですよね。そう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 。あの好き以前に。うんそうなんですよ。そうですよね。いますもんね、やっぱり。人間的にはすんごい好きなんだけど、なんか恋愛対象にはならない。なれないっていうね、キスできるかっていうと、そうなんですよ。ていう感じのね。 あの男でも女でもも女いますもんねいますねいい人なんだけどっていう好きになれたらって思う人ね。だからでその人がそうだじゃなくてねその自分はそうなんだっていう自分からもそ,そうなんだっていう感じの。そうだからいやでもそう,そうですねだから好きになって好き好き同士だから付き合うっていうパッターンっていうのは、うん、ほとんどなくて。ううん、うん で、分かっておくと、うん、まあ、重い男性が減るかもしれないですね。ちょっとね。確かに、なんか、あのー、うん、その告白をされて、うん、まだそんな。 好きじゃないいかもみたいなな、うん、好きなんだけど恋人になるほど好きじゃないかもみたいな感じの言い方をした時に付き合っていくうちに絶対好きにさせるからみたいな感じで成功するパターンってあるじゃないですかそれで本当にうまくいくカップルもいればやっぱりその付き合ってみてもやっぱり違うっていうカップルもいるじゃないですかお試し期間ってやつですよね本当そうですよね、うん、化粧水と同じですよ サンプル使ってみてあんまりなじめなかったのでごめんなさい3か月でやめますっていうパターンと同じですからだからそれって付き合ったにカウントしますかああなるほどね使用期間だったそ,そうなんですよいやーこれは僕あの45歳だから言いますけどはい記憶になくなってきますやっぱカウントされないですよねカウ,、うん、カウントするしないっていうよりも記憶にない <laughs> 逆にございます、うん、そう本当に本当にもうね <laughs> ないのよね。もう思い出せなくなっちゃうくらい、うんうん、だから、でも本当そういうことよ。そういうことですよ。うん。お察しですね、もう。うん,うん。うん。なんかカウントしなくていいんじゃないかと思うんですよ、ねね。いや、本当いいと思う。いいと思う。うん、そう、なんか付き合ってないから、まだ何も始まってないぐらいな、うん。うん。そう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 ,そう,そう。ね、だから、それで別に振られちゃったからといって、うん、なんか。 すごい重く考える必要ないと思うしそ,うそもそも何も始まってないんだからそうそうドムフロリンクルと同じですよそうですよね思いますはいだからまああれですよねこう流れうん、うん、流れないあと流れがいい時に仕掛けた方がいいよねあのあ <laughs> ねタイミングが確かにちょっとタイミングありますね,ここね2人の 2> はい 相手もちょ,っとちょっと気持ちが盛り上がってる時ってあるじゃないですか。はい。お互いに。はい。ああいう時にすって言った方がよくて、もう、なんか、今日こそは告白するぞとかは絶対やめた方がいいと思う。<laughs> 確かに。<laughs> ね。<laughs> 早く言わなきゃって焦ってる人いるじゃないですか。いや、いる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 ,いるあれ絶対意味ないですよね。あ<ー>なんかもう、よっぽど離れ離れになっちゃうことがもう決まってるとか、それだったらまだ分かるけどまだね。 <laughs> うんだったらいい一瞬でも多く二人で楽しい時間を作っていくっていう目的を作った方がいいと思うね。うもっと熟成させてねそうそうそうで。楽しいがいっぱい集まってくると、はい、そこが流れだから付き合っちゃうみたいな感じになっちゃうからそれでいいですから向こうもえこんな楽しいならちょっとドモホルリクしてみようかなってなるからなななるなるなるね、ね、でやってみりゃいいんですよ。いは いやこれあれですねあの中高生の頃からこの感じつかんでたら無敵ですね確かにね <laughs> キャッキャ,ッキ,ャッキャッやっててね楽しい時にさ <laughs> でもなんかこのなんか、うん お試し期間みたいなのって絶対学生のうちからも発生してるじゃないですかするするするだからそれをやっぱり付き合ってる期間ってちゃんとカウントしてきた人ってやっぱり大人になってもいませんうんうんわ、うん、<laughs> かるわかる,るそう、ね、いる大人になってもその中学生の時のその序盤のお試し期間を、うん、本当の放済期間だとカウントしてる人いますよねうんうん、うん、いるあの <laughs> クラスメイトからはやりまんって言われてたタイプに多いかもしれないちょっと <laughs> それ付き合ったに入らんよっていう <laughs> あい。あの、お試し期間、お試し回数めっちゃ多い子とかいましたよね。<laughs> とりあえずしで。ええ、ボーカル。変わったのかっていうだけそうそう。<laughs> いたよね。告白されたら、全部付き合うんじゃないか、こいつっていう子いたもんな。確かに。分かってないんでしょうね。何が好きなのか。まあ、ね、そう、いろいろ探し求めてたんでしょうね。うん 確かにあだから今はそういう子は確固たる答え持ってるんだと思いますよ多分ね、うん、でもわかんないですよねやっぱそれを辿らないとそう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 ,そう、ね、だから必要なうん経験ですねいや、うん、いい話できたと思いますよ <laughs> ではい今日のテーマ何でしたっけもう一回読んでもらっていいですかはい好きじゃない人でも付き合っちゃうことがあるはい可愛いい最初の時より可愛い方しましたね <laughs> ちょっとねよりですかちょっとあ,<れ>あ,のあーよかったとよりかわくなってきたみんなも大満足だったんじゃないでしょうかえ ではまた次回お聞きくださいさようならありがとうございました,ましたさようならババご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いします